チェイス様、あちゃんたことしょちゃだ。はい、やってです。はい、じゃあ皆さん、はい、2000円早食い対決リンガスト、ガストというわけで、今回以前やったのサイゼリアで2000円分の早食いやったじゃないですか、はいはい、まあ、あれ元祖1000円だったんですけど、うん、まあ、今回もその第2弾というわけでこちら、ファミレス系列でガスト。なるほど、まあ、ガストはね、サイズに比べればちょっと高いんですけど、でも結構安いんですよ、全体的に見ればで、ボリューミーだから。そうなんです、サイズはイタリアン、まあ、ガストはまあザ・ファミレス。そうね、何でもあるからじゃん、バイオチューブ。なのでね、まあ、個々のね差が見れるんじゃないかと、はい、いうわけで今回は2000円で誰が一番早く食べるかというタイムアタックをやっていきたいと思います。はい、食べる順番は、挨拶の逆順から、はい、はい、やって、しょうちゃん俺でやっていけると思います。オーケー、それではいきます。ということで、一番手は私、颯が注文したのはこちら、うなどんのダブル味噌汁付きでございます。で、ライスをね、少なめにしたことによってマイナス22円。そういう頭のいい使い方で、プラスに、味噌汁追加で1個175円で、合計が2135円と。ライス減らしてわざと味噌汁追加したの？いや、違います。ライスを減らそうが減らさないが残り70円ぐらい。あ、なるほどね。商品がなくて一番味噌汁食べれるのがもう俺は水分が流せるから。まあまあまあかけちゃってもいい。ああ、まさにおじやみたいにしちゃってもいいかもしれない。もう携帯は？いやー、でもね、ご飯少なめにしたことによって結構やっぱ上がると思う。まあ、うなぎがどれぐらいの柔らかさ。そうそうそう、でもいや、硬いうなぎって聞いたことないし。まあまあまあ2分半。2分半え、あれ、わかんない、遅いかな。だって牛丼で1分ぐらいでしょ。これはじゃあ58とか2分。まあ、高く持とう。あ、もっと早くいけるよと。なるほどね、目標2分で。2分か、人が決めるな俺の実力一番俺が分かってない。じゃあ行きましょうか。もういい、準備できてる？待って、これ開けること OK よ。あー、ピコピコ。なんだよ、何ニヤニヤしてんだ。いや、もう使い古されたくだりだなこれを丁寧にやることによって動画の質が上がるんだ。いいよ、行きますよ。じゃあ、ハイテクのガストで2000円早食いチャレンジ、よーい、ちょっといただきます。先にそっち入る。めっちゃ柔らかい。うん、2000円のラギか、結構いいやつか。まあ30秒は経過しました。おで、ネギネギじゃん、それで終わり。これ最後。あ、食え食え。え、でもいいの、その食べ方。別に邪道 OK ですから、味噌汁で入れちゃってもいいですからね。揚げご飯いや、ペース的には結構いいけどね。あ、音音が音音が音って綺麗。あ、この音ダメなんだ。ダメ。俺、黒板の音ダメだけど、これは OK。 熱い？熱い。邪道 OK なんで、水ぶっ込んでもいいっすよ。はい、違うわ、いけるいけるいける。2分もまだ見えてる。いや、見えてるよ、全然あるよ。味噌汁熱いのが難点だったね。それはちょっとやばいなと思った。うん、はい、OK。 あと味噌汁だけ、ここないんだよね。うん、はい、それやんなら水入れた方が早くね。それな、片方入れとけば水。いやー、まずくなったんだ。おいしそうだあと1個ありますからね。あんたは天才じゃんよあ、あね、口の中あね。はい、はい、バッチリ。最初から従っときゃよかったよやるべきだわ、なんだか。まあ、いつもそうだちなみに何分いってそう？2分。いや、2分半を超えた。2分40かな。なるほど、それでは発表したいと思います。はい、はい、ていうかのタイム3分5秒。うーわー、なんか2分半じゃないとやばいみたいな空気出てるけど、うん、3分って結構早いと思うんですよ。いや、僕もよくよく考えたらね。いや、普通にありえない。2000円だからね、これこれが高いだけで2000円だからこれ。パチンコより高さが早かった。はい、確かにやったことないけど友達が有利あれ。こんなん3分で溶かす方がパチンコも必須じゃない俺らそれを増やせますから
夢があるな。俺パチンコやるより YouTube やって。俺はそんなこと思ってないですからね。というわけで俺叩くだけ。正直。というわけで入ってから3分5秒。自信あります。まあ一発目にして3分5秒結構プレッシャーになった。うん。初で初長なんで。まあいい基準だ。あ、見せてくれや。というわけで私翔ちゃんこちら牛リブステーキにエビフライトッピングそして普通盛りのライスです。こちら全部で2011円になっております。1人前セットって感じだな。うん、ちょっとね思ったよりね俺やばいかもしれない。もっと余裕だと思ってたんだけど見た目。目標は颯君に勝つ。これが3分とりあえずだから2分50秒とかその辺、ね、ぐらいで食いたいな。3分5秒超えれるの。おいおい。それでは翔ちゃんの勝つと2000分入り用意スタート。いただきます。ステーキはね、ソースがね、ステーキ噛みますから。あ、でも噛むか。それを一口。あらら、あらら、あらら、ブリ、ゴクゴクゴク。デシテロが止まらんねえ。悪魔的ってやつなんじゃないのこれは。ちゃんとした食事をかましてますけれども。めっちゃいいね、そんな。メシテロが過ぎるぞ。うまい。うわ、音がいい。いいな。エビフライちゃおう。エビとうまい。うまい。うまい。うまいわけがない。こんなの。大うまい。うわー。音フェチ最高。ASMR。ああ、見せるね。聞かせる見せる。こいつ見せながらプレイしてやる。こいつ。これで切り取ったらバズるぞ、ツイッターで。ダメでも早く滑るから。お前、俺のファーストテイクって言うな、お前。こいつ、昨日俺のファーストテイクリツイートしやがったから。気づかぬうちにされてたら、なんか反応されてた。いや、それのちょっとしか。2人ぐらいしか。コメント2個。ね、ついに。なんか、あれって。ちょっとナイフで口に突っ込むとちょっと怖いから、ね、ヒヤッとする赤いねソースが血になっちゃう、ね、残りはライスちょっとと、コーンあらまあこれはだいぶロスですね。時間が加算されます。あった慌てすぎましたね。ちょっとねあとスピードが錠剤のごとく飲み込んじゃうから。はい、オッケー。はい、残りはご飯ちょこっとかき揚げるの。これもちょっと大変だ。さあ、いいんじゃない。さあ、あと飲み込み。まあ、ないが飲み込めるか。はい、はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。どうですか。いや、コーンがなちょっとロスすぎた、ね、あれ結構ロス。3度ぐらいボロ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 ってやったかな。でも3分切れた自信がない。ハンバーグの方が良かったな。まあね、柔らかさがな。飲み込みにくいっすからね。まあ値段なんだけどさ。そう、まあ安いよね。翔ちゃんの記録3分18秒。おお。いやね、コーン割と結構10秒ぐらい落ちてたからいいことは。美味しかった。美味しかった。マジのご飯のね、量多くないしね。戦略ミスあった。戦略ミスは戦略っていうか操作ミスって操作ミスだね。パラパラっていうね。あとご飯と肉を口に一緒に入れたらあ、ダメだった。間違いだった。あ、どっちも飲み込めなくなる。なるほどね。だから肉をちゃんと食ってその余韻でご飯行くべきだ。余韻でめっちゃ美味しい。熱い。めっちゃ美味しい。じゃあ最後タクに見せてもらいましょうか。いや俺自信あるよ。というわけで皆さん、私のターンがやってもらいました。俺が一番品数が多いんじゃないですか。自信があった割にはなんかそれを2分って思ってるね。2分って、まあ、先に発表したいと思います。豆乳レアチーズケーキが2つ。うまいね。白桃入りフルーツヨーグルトが2つ。こちらハンバーグステーキトッピングで卵で調整しました。合計2085円です。はぁ、あ、まあ調整をいたしました。なるほどね。なんでこの選びっていうみんな思うと思いますけど、まあこの辺とかもう僕は飲む飲みます。ちょっと待ってください。飲みます。で、ハンバーグはもう飲みます、うん、でも全て飲みます。はい。で、ちょっと本気を出させていただくためにこれつけてるとね、汚れちゃう。あ、1万6000円もう俺よりうざいやつやそれは。あ、3000円。あ、急に安くなる。いや、高えから。いいよ、行きましょう。待って、緊張してきた。深く置いとくよ。第一ボタン入れとけば。あ、そうしよう。いいよ。じゃあ行きましょう。それではタクのチャンス、よーい、スタート。いただきます。タクが口いっぱいに入れようとするときに顔面がブラ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 って震えるその瞬間が好き。このおもろさ。ガストテインで一番予期しなかった食べ方だよ。いや、誰も予期しねえわ。汚ねえ。口につけたまんまや。 あえて言うけど汚ねえ。でも牙みたいになってるじゃん。気づいてない。え、そのサイズで。ね、
すごいやん。小指ぐらいのクリームがついてる。しかもなぜ取れない2分ね。まだデザートですか、ね、まあでもまあまあまあ、これあえて全然言わないでいいから、まあ、あえて言うよ、キモい。あとチーズイン、あ、ノーマルの、ノーマルの、早い早い、バーグのスピードじゃないよ、それは。おもろい。まあ、この辺は楽々ですね。クリーム付きの方にはみたくない鉄板が熱いかもしれないっていうリスクを全く考えずに口をつけてる。あとは煮込むだけかな。すべてを無にしたな。はい、どんなのごちそうさまでした。さあ、どう、自信の方は。さあね、一個だけ、はい、で2個だな、難点があった、うん、まあ、汚かった。まあ、何点だよ。こっちの感想だから。そうそう、チーズケーキが本当より張り付いてて、あの、俺もプッていくと思ったら、このままこういくつもりだったんだけど、ガーゼに、そう、で、こいつが良かった。やっぱり下にバナナがいたんですよ。あ、バナナがいたんですよ。全部ヨーグルトなんですけど、ハンバーガー、ハンバーガーなくなった。あ、まあそうね、早かった。ちょっと皆さん、あの、絵面はね、ちょっとあの本気で、マジで、あの、汚さまで、皆さん、すいません。そうです、自分で自称しとけばいいんだよ。そうそうそう、今の食べ方はキモかったです。今の食べ方は、超絶キモいです。ハイブですよ。予想は秒単位で言って、いや、2分34秒とか自信はある。それでは、僕の今回のタイム2分41秒です。ワンチャンかなって聞くかなとか思って、これワンチャン、ちょっと急にハンバーグのスタート時点で1分結構過ぎてたから、そうそうそう、思った以上にハンバーグが早かった。ハンバーグ1分半ぐらい使うと思って、本当に飲んだ20秒ぐらい入れてプレスして飲んだ。すごいね、すごいな。まあ、あれで1位になれたんだからよかった、ね、この汚さで、これで2位とか3位はちょっとただの汚い汚い人だから。もうすごい早いわ、ちゃんと早かった。チーズインの食べよかったかもしれない。チーズね、デロ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 、ね、ここのデロデロってさ、なんか飲み物みたいなもんなの、はいはいはい、流し込めんの、あの、水飲まなくて。今回水飲まないとハンバーグきつかったから。キモお前。いやいや、俺らよく食うやん、チーズインハンバーグ早食いとかでね。ハンバーグのカルテルって感想じゃないから、それ。じゃあ、ということで、はい、圧倒的佐々木君勝利。これ最近多いよ、勝率多いよ、最近。一曲お前もしか、マジか。ありがとうございます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。あー、3位です。あ、3位だ、こちら。あ、俺が3位。ごめんな。バイバーイ。風も切って走っていく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。というわけで1位を私いただきました。まあ、この分野はね、もう僕は今後1位を取っていくと思います。というわけで、明日のアクシデントは翔ちゃん誕生日おめでとうというわけで、翔ちゃんも1万円企画一人でやってみました。いや、もうね、これは羨ましい限りで、早く11月来てくれって感じです。明日の動画もお楽しみに。